このクソ野郎が。さあ。見つかったか。場所は。ご存知なんですか、僕のこと。お迎えに上がりました。完全に忘れておられます。総理であることも。総理。あなたは総理なんだから。続かないか、総理大臣。トップシークレット記憶喪失、外に漏れたら政界は大混乱だ。いずれバレますって。総理をうまく使ってせいぜい好きなことをやらせてもらう。メンタル的に無理。いつまで隠し続けるんですか。中華の三大珍味知ってた。国民の怒りはもうそこまで来ているんです。大統領占領機が到着します。世間に取ってもらうぞ。俺は金で動く人間だ。ばらまかれてもいいってんだ。あれがよく言うよ。約束なんか守ったことねえじゃないかよ。全員敵だとお考えください。前代未聞の支持率 2.3%。 なんでそんなに人気がないんでしょうか。あなたが国民から嫌われる理由、それは金銭の事情はあったんですか。お答えください総理。だからうるせえな。もう記憶にね